やっぱ、うわゴリゴリしてるな、超痛い。オイル使うのが、はい、ローズ、ラベンダー、はい、グレープフルーツあるんですけど、はい、どれがよろしいでしょうか。ローズで、ローズで、はい、はい、とがっつり始めて、はい、行きますので、はい、お願いします、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。初めての失望。そうですね、ほぼほぼ初めて。初めて。も痛かったらどうしようか。ゴリゴリしてるな。超痛い。腎臓から尿管、膀胱。結構な頻度で足つったりするんですよ。ああ、ふくらはぎ。ふくらはぎじゃなくて指のところ。指？はい。すごい。ゴリゴリしてる。やばい。すっごいな。働きすぎじゃないですか。本当ですか。痛い。こんな痛いもんなんですかね。まあ、質問は苦手な人は結構痛い。私も痛いんですが、質問は。不健康ですね。不健康ですね。おそらく。超痛いです、そこも。そこがね、頭とか。やばい。ちょっと頭もお疲れかなって。考え事が多すぎて、あ、頭がもういっぱいなのかな。すぐ分かった。あ、そうですね。あの写真いただいた通りだったで。何も看板がない隠れ家だから。でもうちも同じような感じですね。本当にちょっと細い道なんで。うんうん。どこどこみたいなんでよく電話来ます。なんかでもネット配信してるからね、だんだん広がってくるよね。 うちの場合は週3日しか秩父いないから。ああ、そうですよね。そう、ミッキーにローで秩父で、あとは東京だから。都内でやってる。都内はあの普通の勤め、あ、そう、あのよくある2980円の店とか、あ、はい、そういう系列。秩父はね、そういうのないけど、あんまりテモミンとかそういう感じのあれですか。そうそう、そういう系のリラクとか、そうそう、そういう系の。あ、修行に。よく求人とか見ますね。うん、うん、痛い。鼻、鼻、鼻、指の先っちょは鼻、副鼻腔。ああ、あ、花粉症だもんね。はい、結構やばいんだよね、その時期になると。やばいです。すごい。でもそう、私この間副鼻腔炎になったばっかりだったんで。はい、そこも痛かった今。指の先はね、全部鼻なんだよね。
やばい、タイトル怖い。甲状腺。はい。不健康すぎる。で胸部とか肺。ああ。気管とか。はい。引っ越しはもう完全に終わった。いやまあですね、今引っ越し途中で。途中なんだ。うん。物運んだりとかしてます。じゃあまたお店は鍵折り。そうです。うん、引っ越しやりながらなんでずっと開けくことはちょっと今できなくて、今予約制になって。はいはい。完全に多分引っ越しが終わるのは8月22日なんで、そこからオープンで、あ、痛い、あここね、痛い、胃が痛い、やばい、あ内臓全滅しそう痛い、あこんな痛がらないですよね。いや、あの大体の人が、はい、我慢する、声出さずに。あ、ただ声出してリアクションしてもらった方がいいそこ痛いです、わかりやすい、痛い、ここ気持ちいいですね。ここ、うん、気持ちいい。足裏はね、やっぱね、ちょっと痛いかもね。遅いんですよ全然前やった時よりや、はい、まあ結構前だからね、あったのね。そうですね、うん、着々と蓄えてるから、うん、蓄えてますねあでも、うん、空で働いてた時よりかは痩せてます、今の方が。あ、そうなんだ。そうなんです。で、一回夜やめて、うん、ダイエットをがっつりして、うん、一回ちょっと痩せたんですけど、うんうん、また夜始めたら戻ってきちゃったんで、ちょっと危機を感じてます。めっちゃ痛いです、それあれ、スラの後どっか いなかったっけ。スラの後はどっか、昼間働いてました。あ、そっか。痛いよね、痛いです、この辺から。痛いです、そっから痛いです、やばいです、それ痛い。 なんかあるんですか、その境界線みたいなこの辺疲れがね、溜まりやすいからね。あ、やったら足細くなったりしますか。むくみは取れてくよ。うん、うん、痛い、やばい、終わればスッキリすると思うから。
なんかこう電気が走るみたいな、ビビビビビビみたいな。よくなんか出店とかしてるじゃん。そうですね、うん、俺もそういうのでちょっとね、ま、あの無料マッサージとかも出店したいなと思って。ああ、え、無料じゃもったいない。あ、うん、肩もみやってるのとか、そうそう、なんかそういうのやりたいなと思って。椅子に座って肩だけとかなら、そうそうそう、そういうの、動画でも出してるように、そう、ああいう感じで、でもあれだけでもね、効くんだよね。ちょっと終わったら後で体験してもらって、はい、ちょっと後でお話をさせてもらえれば、はい。でも肩だけ30分とか、いや、もう、あの、入れ替わり立ち替わりやるから、まあ、1人5分ぐらいをもう永遠と、すごい、何十人と5分でできちゃう感じ。もう全然、まあ、5分でもやってほしい人すごいいっぱいいると思う。5分でもね、あの、軽くなる。動画で出してるのは大体3分から5分くらいしか揉んでないけど、あ、そんなに短かった。そう、編集はそんなにしてなくても、あんだけリアクションがいいのがね。もうすごい右足が重い感じ、左軽い。こっち、あ、この辺がね。はい。足と腕は痩せないんで、痩せ、ちょっと痩せた時期も全然変わらなかったんで、うん、あ、うん、胸が小さくなってお腹もあのへこんだぐらいで、悲しいね。悲しい。胸とかサイズ2つ下がったんで、あら、それは悲しい。これがみんな声出さないで我慢してるとかすごすぎる。これは痛そうだな。はい、痛い。痛い。
足の裏を押したからいくらか刺激もあるかも。痛いところって分かりますか、うん、やばい、これするかな、そこ痛いです。あ、するんですね。いやー、うん、絶対ほぼほぼほとんどのところゴリゴリしてる、うん、流れが悪いかとあれだから、あ、やっぱり痛いです。そこがすっごく痛くなるんですよ、普段。あー痛い、やばい。あ、すごい、でも運動不足なんで、たまに運動すると本当にバキバキですね。運動できてる人がいないよ。すごい軽い。大丈夫？軽くなった？すっごい軽いです。こっちが重すぎる。じゃあこっちもやっていきましょうかね。はい。